こんにちは、カッポ鈴木です。今日はですね、このお魚を使った料理なんですけども、こちらはね、アジと言ったら揚げます。今日はアジフライですね。まあ、アジフライはね、すごくこう一般的にこう皆さん召し上がってるんですけども、まあ、ちょっとしたポイントを教えて、より以上にですね、美味しいアジフライを召し上がっていただこうかなと思ってます。で、今日はまず最初にやることはですね、魚を三枚におろして、それから、揚げていきたいと思います。それではですね、まず最初にこの味なんですけど、ここにね、こうちょっと硬いやつがあるんですよ。これを取らないと食べた時に後で歯にこう食感があんまり良くないので、まずこれをね、取っていきましょう。でね、これをこういったやつですね、これを取りますよ。はい、そうしましたらここで魚を三枚におろしていきます。はい、それではね、魚をおろす時のポイントなんですけども、ここにこうヒレがありますよね。このヒレに沿って包丁を入れていくと骨に身がつかないで綺麗におろせます。いいですか。じゃあ行きますよ。絶対にこういう風には持たない。ここを指に持ちますと指に力が入ってこう魚の方にね、こう傷んじゃうので、必ずこういう風に、でこのヒレに沿って包丁を入れて線を引いてあげる。線を引いたら、その線に沿って今度はちょっと深く、その時に包丁の刃先の方をこうちょっと持ち上げてあげる。こう、そうすると包丁の刃先の方にこう振動がやってくるから、でこちらの方も同じように線を引いたら同じようにちょっとこう、そうしましたらね、必ず尻尾を持ってここで入れたら、包丁をね、深く入れて自分の懐の方に引いてあげる。こういった感じですね。同じように線を引いて、線に沿って包丁を入れてあげる。でこちらも同じように、でそうしましたら、はい、こういった感じですね。はい、ここでね、で皆さんはこのままこう小麦粉全卵パン粉をつけるんですけども、それをやらないでここで、ここにありますお塩、これをね、身と皮の方に軽く塩を振ります。その時なんですけども、塩をちょうどこの辺に乗せてね、軽くこう、そうするとまんべんなく塩がこう散っていきますから。でこちらも同じように、
こういうふうにして、大体ですね、約10分程度、そこで味にの余分な水分を取ってあげるってことですね。それではね、10分経ちましたので、ここで水洗いしますよ。はい、水洗いしたやつを軽くこう、まあキッチンペーパーかなんかで、はい、そうしましたらね、ここでちょっとこう中骨を取ってあげましょう。はい、そうしましたらここでもう一つお酢、お酢の方はねどんなお酢でも結構です。はい、ここで軽くねお酢で洗ってあげる。つけちゃダメですよ。さっと絡めるぐらい。そうですね。で、これもね、同じように、キッチンペーパーで、はい。なんでお酢で？こちらの方なんですが、これをやることによってですね、肉がすごく柔らかくなるんですよ。ですから必ずですね、こう、ちょっとこう、青い魚を料理する場合は、ちょっとこう、お酢でさっとやってあげる。あのね、決して酸っぱくなるってことはまずありえないですから。でここでやっぱりこう取ってあげて、でこれがね下処理なんですけど、これをやったのとやらないのじゃ全然違うので、ちょっと面倒だなと思ってもやってみましょう。どんなお酢でも大丈夫。どんなお酢でも結構です。はい、初めてその方法を見たんですけど、はい、これは鈴木さん編み出したんですか？いつからや。そうなんですよ。すごいですね。そうでしょ、はい、どんなあの和食の本とかにも絶対こんなの書いてない。あ、まずありえないですね、はい、あの書いてないですよ、うん、まあ、僕はちょっとこうやってみたらすごくね柔らかくてふわっとしたのができるんですね。ですから必ずそういうふうにしてやることがいいと思います。この一手間でだいぶ違いますね。やっぱりこうワンランク上に上がっていくような感じで美味しくなりますから、はい、やってみてください。でここでちょっとねこう形をきれいに整えましょう。はい、ここにあります、これパン粉ですね。でパン粉はですね、この中にドライのパン粉とそれと生パン粉、これをですね、6対4ぐらい、それで、ミキサーにかけて一緒にしたんですね。あとこの中にねパルメザンチーズあればパルメザンチーズなんか入れてもすごく美味しいです。はい、それとあとは小麦粉、それと全卵で、こちらの方なんですけどもね、まあ普通はこうやってハケでこうやるんですけども、それが大変な場合はですね、もうこのまま入れても結構です。はい。ただね、このまま全卵の中に絶対入れちゃダメね。でここで余分な粉を払ってあげる。こういった感じですね。いいですか？
それではですね、これから、パン粉をつけるわけですけども、用意してもらいたいのはね、爪楊枝とかこういった竹串、これやると手がね汚れないので、必ずちょっと用意して、この辺にこうピッと刺して、ちょっと斜めにしてね、たっぷりとつけてあげる。ただすぐにやらないで、余分なね卵を取ったら、ここでこういうふうに、パン粉にもチーズ入ってる。そうですね、ちょっと入れました。でここで軽くこう押さえてあげる。いいですか。はいはい。でこちらの方も裏表ね、よくこう、生のパン粉と普通のドライのパン粉を分けてる、混ぜてるのって何か理由あるんですか。これをやることによってね、カリッとした美味しいのが出来上がるんですよ。はい。と風味もねちょっと違ってくる。それとパルメザンチーズが入ってるので、より以上に美味しくなるってことですね。はい、で、はい、出来上がりはこういった綺麗に出来上がります。綺麗についてますね。はい、だこれをですね、これから油で揚げていきます。衣ってあんまり厚くつけない方がいいんですか。そうですね、よくこうたっぷりとつけるとこもあるんですけども、僕はあえてそこまでやらないで、さっぱりとした美味しいアジフライを作るってこと。よくあとはアジフライですとね、こう背開きみたいにしてやるとこもあるんですけども、まあ、こういった大きいやつだと背開きだとこんなでかくなっちゃうので、必ずこう大きいのは3枚におろしてやるとか、まああと小さいやつはまあ背開きでも十分だと思います。薄い方が、熱いやつだと食べてる間にちょっと油が多すぎる。そうそうそう、意外とこうしつこいじゃないですか。はい、だからこのぐらいで押さえておいた方がいいと思いますね。魚本来の美味しさが味わえそうです。はい、そうですね。はい、それではですね、油の温度なんですけども、だいたい180とか190でやっちゃいますとすぐにパン粉が焦げるんで、やっぱり二度揚げするので160ぐらいの温度で先に揚げていきます。それで油をですね、こう温度はこう見るときなんですけど、こういったやつをちょっとこう垂らして、それでこうチューッとなってきますから、そうするともうそろそろいいですよってことですね。いいですか。こう僕は顔をちょっと下にしてやってみましょうかね。はい、そうしましたらね、こちらなんですけども、すぐに触らない、ある程度衣が固くなるまでそのままじっとしててください。まあだいたい 1,2 分程度あれば十分だと思います。油ってなんかこだわりあるんですか。僕の場合はだいたい米油を使ってるんですけども、まあ普通のサラダオイルでも結構なんですけど、なるべくだったらそういったこう米油とかなんかの方が油が美味しいですし、まあ、そういったこうあと胸焼けとかね、そういうのがないと思うので、軽い感じに。そうですね、その方がいいと思いますね。でここでちょっとこう、そうですね、はい、ゆっくり揚げます。でこちらの方なんですけどもね、
油の上からいつまでもこうやらないで、だいたい必ず二度揚げした方がいいと思うんですね。いいですか？二度揚げすることによってですね、余分な水分がこう揚げてから衣につくんですよね。でそこでもう一旦揚げると音がジュワーッとなって、その余分な水分を取った、あとはその中に旨味が凝縮されてるんで、必ずこう二度揚げした方がいいと思います。そうですね、はい。お鍋はなんか水気入ってます。なんかピカピカなんですけど、これデザインなんですか？ああ、よく聞いてくれました。これね、もうね、お店出してもう30何年になるんですけど、大体これね、32年ぐらいは使ってるんですよ。で、これは全部ね、このその油のまあこぶりついたやつなんですけどね、はい。そう、これはね、そうなんですよ。だからむやみにこう汚いから取ってこう剥がすってわけじゃなくて、周りの中だけは油をこう一度か二度使ったらばこう捨てて、でまた新しいのを入れる時にこうピカピカに磨いてあげるってことなんです。中は真剣みたいに使うんですね。あ、そうですね。でそれではね、ここでこうちょっとこう浮いてきましたよね。浮いてきたらここでちょっと取ってあげます。はい、ここでちょっとね、1分程度、はい。そしたら今度はこの油をね、温度をちょっと高くしてあげましょう。いいですか？そんなに小麦色っていうよりかはちょっと薄めが変わるぐらいで、あんまり火通しすぎない。そうです。もうこれだけでも余熱で芯の方にどん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 いくんですけども、今のは先ほど説明したんですけども、まだ魚には余分な水分が残っていますから、その水分がこう衣についてるところなんですね。でここでだいたい1分程度経ちましたらね、油が温度がだいたい180ぐらいになってきます。いいですか？そしたらここでもう一旦揚げる。そうするとこういったね、泡がいっぱい出てくる。これが余分な水分ですね。はい。で音がこうね、いいこう。パチパチパチってさ、音がしますよね。はい。はい、ここでちょっと裏返しをしたい。で、この油に入れてずっと揚げすぎて、こうきつね色になるとあんまり美味しく感じないので、ちょっとね、あ、きつね色になって、こう来たなぁと思った頃、揚げてあげると、自然と色がですね、パン粉の色がきつね色になっちゃう。ね。それでね、こうやってね、ふっくらと仕上がるんですね。それは先ほど、お酢で洗ったおかげでこういうふうになります。はい。はい、それで揚げますよ。はい、ここでよく。ええ、やりすぎなんですよ。はい。はい。こういった感じですね。はい。確かにすごいなんか身が厚みがふわっとしたので。してるでしょ。はい。先ほどこう素洗いとか塩でこうやった時は意外と肉がねこう薄かったんですけども。お酢で洗ってこう油で揚げてあげるとこうふっくらとなる。はい、それではね、ここで盛り付けいきましょう。まあだいたいアジフライっていうとね、こう揚げ物っていうと皆さんこうキャベツとかね、千切りしたやつを使うんだけど、それはやめましょうね。野菜を使いましょうね。でここでこう豪快に2つぐらい乗せましょうかね。
で、ここにいるのがトマト、ブロッコリー、人参、クワイ。まあそこまでやらなくて結構ですから、まあトマトとブロッコリーぐらいはちょっとこう脇に添えた方がいいと思いますね。茹でたやつなんですか？これはね、湯引きしてこうお出汁の中につけといたんですよ。でブロッコリーは湯がくんじゃなくて蒸してあげる。それと人参も湯がくんじゃなくて蒸してあげる。その蒸すことによってうまみと香りがそのまま残ってるんですよ。でそこであとはお出汁の方に味付けしてね、その熱いところにまあ人参なんか入れて、で冷たくなったところにこの蒸したブロッコリーと湯むきしたトマトを入れて、それで上からドレッシングなんかかけて食べると、それはねもう美味しいですよ。でこの出来上がりがこういった感じ、完成です。でこういうふうにやると美味しいじゃないですか。キャベツはいいけどこれもいいよ。でこれをどうやって食べるかって言いますとね、わさび醤油でも結構ですし、あとはおソースを上からかけても結構ですし、あとはお塩、まあレモンを絞ったやつとお塩を入れて、それでレモン汁で食べても結構です。でそれではですね、僕が作ったおソースを2種類で、まずここにあります、これマヨネーズじゃないんですけども、白味噌とレモンと卵の黄身、それとからしで作ったおソース、それともう一つこちらのおソースなんですけども、野菜とそれと果物で作ったおソースですね。赤ワインでゆっくりと煮込んで作ったおソースです。この2種類をつけて召し上がっていただきます。美味しそうです。すごい、普通なんかタルタルとかよくあるんですけど、はい、ちょっと違うソースです。そうですね、はい、このこちらのおソースの中には人参とかパイナップルとかトマト、それと濃い口醤油とかですね、だいたい15種類ぐらいのこういろんなのも入って、それでゆっくりと煮詰めて、それで裏ごしして作ったおソースがこちらですね。ですからこれはもうこれもこれもそうなんですけど、意外とこう万能ソースっていう感じでやってます。ぜひ今度その作り方も教えてください。わっほほほ、これはいいですよ。もういつか教えてあげますよ。ええ、あるテレビ局の人にまあ取材で来たんですけども、何にでも合うソース作ってくれないかって言われて、初めて挑戦して作ったのはこのソースですね。ぜひ、作ってみて、熱々を食べるのもいいし、ちょっと置いてから食べるのもいいと思います。